ビアホールはビールをテーマとした飲食店である。日本では1897年7月20日、大阪市北区中野島の大江橋南詰めに、大阪ビール株式会社によって、表質製ビールと洋食をメニューにした本格的なビアホール、旭県が開かれたのが最初。その2年後の1899年8月4日、東京府京橋区南近六町五番地に、 日本ビール醸造株式会社がエビスビアホールを開きれ、初めてビアホールの名称が使われた。これを記念して8月4日はビアホールの日とされた。同店ではビール5 0 0トルが10銭で飲めたという記録がある。ここが大繁盛したため、洋風なモダン建築のミルクホールなどが次々に作られるようになった。なお、 日本最初の半夜外景のビアホールとしては1875年に横浜市山手でスプリングバレーブルワリーの創始者であるウィリアム・コープランドが醸造工場隣接の自宅を改装して開いたスプリングバレービアガーデンである。主に外国人居留者と外国船の船員向けであった。現在では一般的となった工場で出来たてのビールを提供する飲食店。 工場内ビアレストランのルーツとも言える。ドイツミュンヘンのオクトーバーフェスト、シュトットガルトのカンシュタッターフォルクスフェストなどドイツの収穫を祝うお祭りでは仮設テントによる大型のビアホールが設営され、生バンド演奏等により盛大に祭りが行われる。ドイツ南部の都市ではビアホールが飲食や合唱や集会場などの役割を果たしてきた。 ホフブロイハウス社が所有するミュンヘンのホフブロイハウスアムプラッツなどが有名である。ホフブロイハウスアムプラッツや同じくミュンヘンにあったビュルガーブロイケラーはナチスの歴史上でも重要な場所であった。前者ではナチスの結成集会が開かれ、後者はミュンヘン一揆の舞台にもなった。ありがとうございます。